こんばんは、中川です。先ほどの調布に引き続き、今度は吉祥寺にやってきております。僕自身ですね、吉祥寺に降り立つのは初めてなので、とてもワクワクしてます。というところで、未開の地吉祥寺を散策していきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。パッと見の感想なんですけども、結構都会ですね。吉祥寺といえば、東京で住みたい街ランキングナンバーワンの常連の街でありますよね。確か僕も詳しくは知らないんですけども、福岡にいても名前を聞くぐらいのハイカラで先進的な街だと聞いております。こっちは何口になるんですか？東口ですね。東口もこんな感じになってますね。おそらくここが目抜き通りになるんですかね。全く違うんですかね。中央線吉祥寺駅と井の頭線が通ってますね。全く来たことない都市なんで、ちょっと緊張ワクワク半分半分ぐらいですね。さあ行ってみましょう。お、皆さんお気づきの通りですね、手ぶれがかなり減ってると思うんですけども、今電子ジンバルを使用しております。皆さんどうでしょう、手ぶれ減ってますでしょうか？かなり見やすくなったんじゃないかなと思います。JR 東日本吉祥寺駅ということで、北口。お、こっちにもくら寿司がありますね。これが駅前ですかね。おそらく多分繁華街的には反対側になるんですかね。立ち寿司横丁、ハモニカ横丁、仲見世通り、プラ、富士そば、大胆グループ、富士そば結構ありますよね、東京には。結構美味しくて安くて、僕も時々東京に来た時は利用しますね。またまたなんかディープな商店街ですね、中行くと。ここすごいな、ちょっと行ってみましょうか。なんかこういうところを見つけたら行きたくなっちゃうんですよね。すごっ、見てくださいこれ。ちょっと人が映っちゃうんで画面を下げますけど、うわすごいですねこれ。なかなかディープじゃないですか。うわすごい。これはすごいな。かなりディープな街ですね。これまさか有名な餃子屋さんじゃないですか、ミンミン。なんか聞いたことあるんですけどね。すごいな。今ちょうど夜の10時頃なんですけども、かなりにぎわってますね。すごい元気ですね。あ、駅前に商店街があるんですね。明らかにさっき言った調布よりも栄えてますよね。この商店街こんな感じになってます。この先は別に何もなさそうですね。おそらくこっちが裏側になるんですかね。多分メインは多分表になるんでしょうね。こっちも商店街がありますね。立派な商店街ですね。
吉祥寺サンロード商店街、こちらが吉祥寺ダイヤ街ということで、すごいな。東京の街の大きさにはいつも驚かされますね。まあ、調布にしても吉祥寺にしても初めて降り立つ地っていうのは本当にワクワクします。まあ、福岡のことをディスるようで申し訳ないんですけども、大体もう博多と天神しか繁華街はないんで、まあ、そこを考えると博多天神が東京って何個あるんですかね。少なくとも30個ぐらいあるんですかね。もしかしたらもっとあるかもしれないですね。しかしここ天井が低いですね。よっ手が届いちゃいました。おそらくこの駅ビル自体がかなり築年数が経っているんじゃないですかね。こんなに天井が低いとは。多分身長190ぐらいあれば激突しちゃいますね。公園口ということで公園があるみたいですね。おお、こっちは完全に飲み屋街ですね。吉祥寺って夜の街なんですかね、それとも昼の街なんですかね。夜もかなりにぎわいを見せてますね。マクドナルド、カラオケバンバン、サイゼリア、鳥貴族、シバニャン、わからない、すごい街ですね。すごいな。新宿、池袋、渋谷だけじゃないってことですよね。東京は若干大宮の繁華街に似てるような気もします。規模的にはでもこっちの方が大きいでしょうね。すごいな。こんなところで博多の名前を見つけました。博多満月、本当に博多にあるんですかね。かなり大きな町ということが伺えますね。焼肉定食の文字が見えてきました。いいですね、東京は。磯丸水産はどこでもあります。僕も下調べなしで来てるんで、全く今どこを歩いているのかすらわからないです。まあ、ここが目抜き通りなのかすらわからないですね。授業をしない武田塾、吉祥寺校がありますね。お、ドンキホーテもありますね。ドンキホーテ本当どこでもありますよね。なんか主要駅の目の前はだいたいドンキみたいなとこありません？東京って。僕も家の近くにドンキホーテあるんですけど、やっぱりドンキホーテってなんかついつい行っちゃいますよね。深夜目なぎてやっぱりワクワクさせちゃいますよね、ドンキっていうのは。まあそういう狙いがあるんでしょうけど、東京のドンキはやっぱ一味違いますね。東京のドンキは東京のドンキ、何言ってるか僕分かんないですけど、東京のドンキはまたいいです。22時18分ということで、これは何の列なんですか。あ、バスを待っているんですね。
丸いもあるんですね。博多駅前の丸いと同じですね。皆さんこれ丸い丸いって読むんじゃないですよ、普通に丸いって言うんです。丸い丸いって言ってたら田舎者と思われますので、そこらへん気をつけてくださいね。僕も最初は丸い丸いって読んでました。京王吉祥寺、吉祥寺って、まあ、住みたい街ランキング東京バージョンで、まあ、本当に毎年のようにランキング1位に輝いてるじゃないですか。実際どういった要因でランキング1位になってるんですかね。東京に詳しい方はもしよかったらコメント欄でコメントしてください。よくわからなくてですね、福岡にいたら全然わからないんですよ。福岡もですね、確かに日本で住みたい街ランキングナンバーワンとかになることが多いんですけども、福岡に、あ、そっかそっか、福岡に住んでる僕としては全然わからなくて、なんかこう女の子が可愛くて適度で都会、適度な田舎みたいな感じで言われること多いんですけど、そんなこともないよと。やっぱり東京の方が楽しいよって思いますけどね、実際のところは。刺激を求めるなら東京ですね。もう今眠たくて言葉が出ないですよ。今日一日歩きまくったんですね。こっち行ってみましょうかね。電車が止まってますね。あれ何線ですか？中央線ってやつですか？都会、都会だな。中央線ですね。黄色い横線が中央線って覚えたらいいんですかね。僕も線が多すぎて何線なのかわからないですね、正直。こっち僕さっき来ましたっけ？あ、さっき来たとこですかね。方向音痴なんで全然わかんないですね。夜10時過ぎの吉祥寺駅前です。調布よりも明らかに栄えてます。人通りも多いですね。あ、さっき来たとこに戻ってきましたね。こんな感じです。見渡すとこんな感じ。ちゃんと警察もいます。次はどっち行ってみましょう。こっち行ってみましょうかね。斉藤さん、チャス。こっちは果たして何があるんですかね。パチンコスロット、ナポリタン。なんか怪しい感じが
一瞬あったんですけど、全然そんなことないですね。健全な街っぽい。線路の下のスペースを使ってですね、お店を誘致してるんで、そういうとこちゃんとしてますよね。西鉄でも JR でもあんまり線路の下にお店があるっていうのは全然見たことないんで、ぜひ参考にしてはいかがでしょうか。という上から目線、唐突なんですね。あれ、これはえらくディープな街に入ってきましたね。沖縄料理、ガールズバーとかあるんですね。なんかもう色、香りがディープですよ、かなり。ちょっと怖いですね。果たしてどういう街なのでしょうか。あ、ここがいわゆる吉祥寺の夜の街ということなんですかね。ラブホテルもありますね。ただまっすぐ行くと何もなさそうですね。ちょっと気になりますね、これ。沖縄健康長寿料理ウミンチュ、島んちゅ&ウミンチュ。さっきも沖縄料理屋さんがありましたね。今度行ってみますかね。お、こっからは住宅街になってくるんですかね。もう完全な住宅街ですね。あとラブホテルと、ちょっとお見せするとこないですね。ただあっちの通りはちょっと通りたくないんで、どうか迂回したいと思います。なんか怖いですもんね。吉祥寺本町一丁目計画。店舗付き賃貸マンションですね。調布よりかは繁華街の範囲が広いですけど、案外狭いですね。果たしてここよりディープな場所があるのかわからないですけど、もうここまで来るとほんと静かですよ。むちゃくちゃちょっと怖いですもんね。今日雨が降ってて寒いんで、ちょっと怖いですね。知らない街っていう。本当にディープですね。逆にいいかもしれません。見えてますかね。うわぁ。怖っ。語彙力ないんですけど、伝わりますかね。なんか怖いですね。霊感とか全くないんですけど、ちょっと怖いですね。うわぁ、これが東京か。これが東京の住宅地なんですね。さあ、恒例のコインパーキング値段チェック。さあ、いくらでしょう。高っ高っ。20分330円。高っ。1時間990円ですよ。高っ。半端ないですね、やっぱ東京って。吉祥寺でこれってことは、渋谷とか原宿とか新宿とか東京駅前とか、バリ高いんでしょうね。20分、それこそ500円とかするんですかね。そこら辺、皆さん教えてください。うわぁ。なんか、
なんか、何の匂いこれ。なんか銭湯の匂いがする。違うのかな。おー、暗くてよく見えないでしょうけど、 NTT 都市開発さんが何か建ててますね。ちょっと見てみましょうか。お、ちょっと見えないですね、暗すぎて。見えますかね。これも店舗付きの賃貸住宅になりますね。元請けがスターツさんですね。スターツカム株式会社。スターツさんよくやりますね。スターツさんって東京の会社さんになるんですかね。福岡じゃあんまり見ないですけど、東京に来た途端スターツ結構見るようになってきましたね。お、またありましたよ。目の前の看板見えますか。沖縄料理、琉球。とにかくこのエリアは沖縄料理が多いんですね。うん。ということで、とりあえず夜の吉祥寺探索はこの辺でおしまいにしたいと思います。ぜひ皆様、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それでは、中川でした。バイバイ。